4校でいくか。そうだね、この4校かもしれない、本当に。エンジェランド、エンジェランドとか、うん、エンジェランドありだね。これで2本動画上げるのありっちゃありだな。まあそうだね、エンジェランドどこだっけ、だいぶこれか。またここ変わってきそうだな。真ん中が広いから話が確かにね、メタが変わってきそうだ。とりあえずまずヤンリースさっていいの、とりあえず勇者ンキラ、俺がフォックス買うじゃん。サウザは上そうな気がするんだよな。サウザ復活を祝して。復活したの、あんがハートさんと対談するでしょ。あ、そうなの、どこ。あ、でもなんか位置結構、あ、これ乗れないか、位置いいね。そうだね、ダオクス大作戦にだいぶ有志あれかな。危ねえ。あー、崖、あー、これ崖つかみがないところが多くて。よし、スネークまあまあ強そうだな。スネークちょっと強そう、うん、あ、うっ、おい。N 投げで邪魔をする。皆様ヤン結構いいな、重度が高いから。おお、バカの父親。ねえ、もうそれもういいじゃん。もうジャンプなかったもん今。二段ジャンプ切って上り空母だったから。まあなんかどうだろうね、いい、うん、まあ全然悪くない、開拓の余地ありだ。そうだね、まあ、開けてるから、うん、よりフォックスはちょっと強そう感はあったか。イモルなんて無理かな。確かに、どうなんだろう、左イモれそうだな。ここで不人気なのか。とか、いや、それはホームステージだからね。1.2 倍になる。ベオはベオ。ああ、確かに確かに。このステージだからもっと強いんじゃない。そうだね。崖がいっぱいあるから。これどこ？こう。お立ち台あるわ。なんで？ちょっと俺どこ？え、何？何？何これ？無駄。え、無理なんだけど、でもここ入り組んでんで。マジかよ。ちょっと待ってよ、存在の。あ、おお、何。いや、今一番うまいスネーク使ったのが。確かにここピットガチ強そうだな。ピットなんで死んだんだっけ。そうか。2機内そのばかりに死亡したらなんかずれてる。後付きをからい死亡。下見しようとしたんですけどシールドボタンが入ってた。やばい、やばい、やばい。ちょっと悪すぎだろ。作戦上はさすがにやめてくれや。フォックス一着きちんだから。5パーク。コストが多すぎる。感覚5パークだ。やめろやめろ、あ、やばい、もうシル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 、ほんとごめん、ほんとごめん。あ、頭か。ピット強いよ。ピットやばい、無駄にダメージ食らっちまったな。あいつやばい、あいつやばい。一人用ゲームどうしよう。え、なんかこの空母おもろ、大胆空母、クソ、なんか後付けなくなって、あ、なんか飛んできたな。ほら、ごめんって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 。あああああああ、当たるか、そこ。いけー、無理か、空母。一旦楽しもう、それを。わかりました、わかりました。で、これか。どこに収束するかだろうか。何をすればいいんだ、これは。シルガンでしょ。シルガン投げたらシルガンでしょ。いや、でも当たんねえだろ。そっち大丈夫。え、なんか収束、だいぶ位置悪くない、将棋。あれ、いや、違う、ピットの位置が悪い。将棋の星で収束してる。ここに来るのね。わかんなすぎる。サドンデスの収束位置とかマニアックすぎるわ。あそこなんだ、うん、スネーク全然強くないな。結局やっぱそう、こうなっちゃうんだよきっと。そう。でも環境にこいつは必要か。いや、でもわかんない、ピットの方がここでは強い可能性があるみたいな。ワンチャン多段ジャンプが強い。そうだ、ね、あのエンジェランドで。単純になんかこう場所がいいんだって。出る場所はいい。ソニックさっきよりは強くなった。どうだろう、いい、まあまあ強いか。ちょっとねえ、もうなんでできるんだよ。左右でしょ。もうソニックも死んでんだから。何が、同時に死んだ。あ、そうだね、うん、そこはすり抜けられない。いいよー、食べちゃった。あ、でも上に行っちゃってるわ。
ちょっと強い。てか当たると思わんかった今の位置で。そうだね。いいキャラいないな。ブラックピットみたいな話ある。まあないか。ブラックはないだろ。ない。それは強いね。弓単発でブラックになる倒せるみたいなところが。あまあまあ確かにね。でもなやっぱりいいあのね動かせるのが強いからね。まあさすがに、ね、不利状況から当てれるもんな。そうだね。オールディン大橋の時だけ出てくるか。ブラックピットが。そう。そうだね。オールディン大橋はでももうフォックス最強すぎるみたいな。まあそうだ。その前にいろんなキャラ駆逐されるよ。進路もうなんかむずいんだけど捕まんの。ちょっと待って、いや俺なんか謎に結構食らったな。よしよしよし、最強の技だ。え 1.1 これ貯めるクールで 10% ないんだ。どこに行くといいかな。リチャえ死にますよ。死ぬね。ウェビーがよくわかんないんだよな。下行った方がいいんじゃない。呼吸が止まった。下行った方がいいんじゃない。とりあえず。なんだ。どこ行け。下下のあっち。あそっちよりはよくね。ムカつくけど面白いなこれ。結構面白い。勝ちやそうなキャラなんだろう。上やったら上行くか。あ、あそうそう。ここ掴まない。でここは掴む。なるほどね。あ、最悪。ずれた一。合わしたのに。やめろやめろ。なんか、あ、まあそんな食らわけない。溜めてんだけどなんか奥で。いやこれもうでもやばいよこれ。これガン逃げか。ガン逃げだこれ。ガン逃げだな。これガン逃げだ。に待って。勝利の美少女これは王だな。王だが確定ではないまだ。まだまだ戦える。本当か。いやもう軸合わしちゃったら詰むぞ。そうだね。いやでも上は軸合わさあ。もう漏れたよガード確率振ろうとフォックスガチるとつまんないんだよ本当に。いや反射持ちはいけるんだよ。そうだね。だからヤンリンはフォックスを倒してかなきゃダメなんだよ。そうだね。フォックス視点はサソンデスになる前に反射を駆逐して、そう反射を駆逐して、で反射持ってないやつは絶対に勝てるから、うん、なんか反射を駆逐しようとするフォックスを後ろから叩けるっていうのが必要なんだな。そう弾で叩くキャラは序盤は。え、ちょっと待って、なんかうわつまんな。一番つまんないからでしょうね。これギミックオフだから壊れないわ。あ、壊れないんだ。こんだけ殴って壊れない。確かにギミックオンにした方がやばい。ギミックオンにした方がおもろい説あるか。その説あるな、うん、確かにここでヒットストップ増やす遊びでもしてギミックオンにして。確かに洞窟大作戦もギミックオンだとトロッコ飛んでくるから ね。そうだよ。確かにギミックオンの方がそう、ま、ね、待てなくなる。そう待てなくなるから、イモるのが成立しなくなるから、うん、ちょっとおとなしどうにかしないな。おとなしい、おとなしい。あーこれはうわまあつったということで、あのお互いブラスター俺らの分が悪いんだよ。うわーマジか。これはでもそこ背負った。いやこの状態だと水の子さんが分が悪いな。さすがにブラスターが反射しても知らないし、ね、そうなんだよね。ふざけんなよマジで。逃げてタイムアップにした方がよかった。裏を返せばって話ですもんね、うん、これ冷静になれないゲームだよ。そうなんだよ。そう横返っちゃうからさ。いやわかるわ。ステージ B へ行くゲームだ。それだ。まずやってみよう、まあ、一旦トロッコ飛んでくるから。これが煮詰めた作戦を引き締まりを見せる。迷いがないからな。夏目4強って出揃ったね。いやまだ隠れてるやついる可能性あるけど。まあ確かにね。いやでも結構少ないと思うけどな。うん、明確に参戦権ないキャラがいっぱいいるから。ゲームとかどうなんだろう。ハマピー大福呼びたすぎて。そうだね。ああなんか削れてるやついる。来た来た来た、なんか来てる。トロッコだ。トロッコ試合を動かしているか。
の人は死んだまま乗ってた。え、なんで乗ったらと思ったんだけど、乗ったら死んだ。霊柩車になった。霊柩車だね。霊柩車殺すな。仮装だったね。おかしいんだよそれは。で乗ろうとしたらなんか調整エリアと。歯向かうからホックスに。ホックスに歯向かっちゃダメでしょ。後ろ向いてブラスターリングすると思う。あーこれやばい。これは結構五分というか。これは五分だね。なんだこの読み合い。あこれは。ヒット確認が。ブラスター。悔しい。めちゃくちゃ悔しいこれ。あんまりギミックが寄与してない。そうだね、ギミック少ないね。ギフトロさんが死んだだけで寄与したんだけ僕つまんねえけど近距離に持ち込んだ時やばいな。うん、もうよだれジャブジャブだ。無理だもん、ブラスターそうブラスターの悩みが消えてるのに。ブラスターと DA があるから、ね、そうだよ、ね、なんならクエノとかもある。そうだよ。ええで、ここにバネがある。雲に、ね、雲見てたんですね。ちょっとイオナズムがさバネある、危な。え、これ当たるんじゃん。当たるんじゃない、そのままたら。いや、当たる。ギリギリ当たんないんだ。すごいな、絶対当たるじゃねえか。しかも死なないんだ、一発で。にらみ合い。やブレーキになっちゃった。最も中途半端な。そうだね、病気やった。スフォックスいきます。ギミックじゃあこいつか。まあ、そいつは強そう。うん、 OP まんじゅうね。で今度はあいつに要注意と。そうだね。俺はいやちょっと困る。とりあえず魔法カード言っとこう。ちっちゃみんな。ダイがおーダイス。あバネすごいな。ブギ玉がバネ取りすぎやろ。ブギ玉があるちょっとね。何してんの落ちた、まあ、台の下からピッとちょっかいかけようとしたらやばい。アンチ待て待てこれ持ってきた。えっバネがへこんだ。くんなくんなねえ。もう3日も早い。プレイフィールか下入りやんけ。いや MP 回復しようかな。やばいやばいやばい。どうなのこれ。ウェビー打ってたの。いやもうタイムアップ。あそういうことか。逃げようと逃げのウェビーだった。進行プレイ集だよ。ホントだよ。神プレイみたいな。ベヨネッタってさ下鏡とかジャックとかもさなんかガンとそうそうそうブルー一応あれでダメージかすぎるよね。空上で遊んでたんですけど、うん、あんまり強くなかったです。反射されないのが強みなんですけどね。集中しよう。とりあえず仮初めの安全姿勢を。やばい。何そのあやあ俺が負けてる。ニュートロとはサドンデスで会いたい。こんなとこで消費したくないんだよ。あのスプリング動きすぎだろ。いやもう俺もジャック打ったよ。欲張りやがったこいつ。サドンデス会いたくてプレイだった。安いスケベ心だった。そうだね。ジャック今2で止めた。いや1で死んだ。あ1で死んで止めたのか。ヴィオレッタも結局フォックスを追えないんじゃないか疑惑。そうだね、追えなさそうだね。フォックスを追えるやつが多分ソニックと勇者ぐらいしかいない、うん、ファルコンがワンチャンあるのか。ファルコンとかが。ファルコンでもまだ1回も試してないのか。まあ確かに。いやでも盾が遅いから結局盾で逃げられたら。いやこのゲーム2時間やってんのか。やりすぎだ。ラス2ぐらいでいこうじゃん。オッケー、はい、いやなんかちょっと分が悪いな。安い戦略だよ。胸音側のリターンはあったの。ないウェビーが一応差し返せるから。なるほどね。なんか早い通り抜けない。
やり過ごされたな。あ、え、あ、将軍剣士の恥だった。松代までかかる。これ、これちょい振りか。マホガットが出るまでに夢が着弾すれば。ただ逃げながらマホカンタを引く。確かに試行回数があるので。ただまあ言うてもそんな僕じゃないな、これ多分近距離の性能的には。おかえり。ああ横回避危ねえ。いやこれあれだな、あそこで待てるな。うん、初期値下でマホカンタピオリも引いてしまえば。いやだいぶやばい。ラストです。はい。よし、最後優秀の美を。これ雑魚死したくない。いや本当にそれ。マジでそれねえ、もうさ、もうさ、ふざけんなよマジで。何やってんの。なんでノコギリ 0.5 なんだよ。不利なやつがいるな、一人。ねえ、あ、外した。くっそ、もう一番面白くないよ。もう早すぎる。早すぎた、マイソーで。あ、なんかあるんだ、そこ。はしごで遊べます。いや、それやばい。おい、絶対くれないって。やばい。いや、おもろい。あ、だったら知るから。わー、これ何？こんなところで生えている。なんかそう、あのタケノコニョッキが。え、な、何これ。あ、よし。行こう。やばい、くっそ、一発当てやがった。ブザービートあった。どこ。まず死ぬはずだったかも。ちょっと待って、これ失敗した。じゃあ俺も行って。あっこやべ、出ねー。ここ出た出た出た。うわ、これ地獄。ふいふい。いや強いねそれ。ただピッと。ふい。ステップの隙間いいじゃん。あそこでマホカンタが出なかったら俺が負けていた。そうだね。ということで意外と楽しかった。そうですね、 10% 体力セランと、うん、まさか2時間近くやると思わなかったっすね。そうだね、2時間超えてますね。そうですね、意外とって感じじゃないだろう、うん、意外とってモンストロじゃないよ。確かに2時間はもうそうだ。だいぶしっかり面白い。だいぶ楽しんでるよ。しっかり面白い。しっかり面白かった。まあ流行ってくれることを祈りつつ、はい、動画をしてみましょう、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。